佐々木のぞみ夢の家事アイテム。お願いします。家庭の病院選びを快適にする新サービスの発表会に6歳と1歳の2児のママ佐々木のぞみさんと4歳2歳1歳3児のママ横澤夏子さんが登場しました。もういきなり体調とか壊すので病気のねじゃない子は連れてきたくないのにでも連れてかなきゃいけないみたいな時もあるんですよ。待たずに、そうですね、行けるのはもう本当に助かります。嬉しい。そんな佐々木さん、最近我が子の成長を感じる嬉しかった出来事が。1歳の子が、まあ、話し始めたりとか、はいはい、してなんかご飯を、まあ、作っておいしいって言い始めてですね。うわーかわいい。ついこの間から、はい、何をおいしい。あ、確かに昨日なんか言ってたんだよな。昨日何食べたっけ。それすらもう出てこない。忙しく家事をする中で2人が意気投合した買ってよかったアイテムも。まあ、家で極力、うん、疲れてほしいっていうのもあるから3年ぶりぐらいに同じジャングルジムを買って少しでも疲れてもらおうと。結局一番元取れるおもちゃですよね。2人の子育てトークは家事を楽にするあったらいいなにまで広がり、洗濯を畳んでくれるマシンが欲しい。うわー欲しい。それ確かあるんですよね。え、嘘。あったような気がするんだけどすっごい高いしすごい場所をと置くところがないから小型の安いものが誰がなんか作ってくれないかな。そうですね。私は、うんうん、あの食洗機の中 の、うんうん、その食器を、うん、あの食器棚に片してくれるシステム。もう勝手にいてほしい。だから私本当に美女と野獣 の、はいはい、あのお皿たちがこの手出して、はい、わーとか言いながらなんか踊ってるシーンあるじゃないですか、はいはいはい、スプーンとかお皿とか、はいはい、って思いながら、ね、命が宿ってくれるといいですよね。同世代のお子さんがいるママ同士、どうしても自分のことは後回しになっちゃうそうで。ピラティスとかヨガとか通りたいとか思うんですけどね。お家で寝かしつけた後とかピラティスとかやられてないですか。やってないです。もうそう寝かしつけた後に全部まあ皿洗いだ、はい、もう散らかし話のものを片付けて、はい、うん、もうその後はもう体力が残ってなくて。ああ同じ、ね、ピラティスの毎日だと思ってたからびっくり。2人の意気投合は毎日の苦労お風呂タイムでも。4歳、2歳、1歳と一緒にお風呂入ると、うん、いつもその目を開けながら、薄目で開けながら、うん、そう、わかります。洗ってるのか、そのシャンプーの匂いつけてるのかわかんないみたいな状態なんですよね。安否確認してこういう顔をしながらこうやってやってるとかね、やってますね。横澤さんは、そんなお風呂タイムで我が子の成長を感じる嬉しい出来事が。うわ上手とか、わすごいねとかって言うようにしてて、私が普通に髪の毛こうやってお風呂一緒に入ってて洗ってる時に一番上の4歳の長女がお母さん上手って言われた時にめちゃくちゃなんか嬉しくなっちゃって、褒められることって嬉しいですよね。大人になってからなくて、確かにリンスもやっちゃおうかなみたいな気持ちで。楽しい家庭ですね。変えたいこと、変えたいこと、なんだろうね。でも、うん、なんか昔からおばあちゃんからよく聞いたのは、やっぱ生姜がやっぱりね風邪予防に効くとか、うん、免疫力アップにつながるとかって聞くじゃないですか、うんうん、生姜いっぱい使いたいんですよ私は、うん、料理に、うん、だからあんまり生姜入れすぎると食べなくないですか、ね、そうなんですよね。だから何が一番栄養が一番取れるんだろうっていうので、ね、生姜はうちにも絶対ありますね。あ、だから何でも入れたいんだけど、はい、確かに生姜のあの風味というか味って結構強いから、そうそう、なんか苦いというか辛いってなっちゃいますよね。辛いですもんね。難しいところですね。難しいところですね。味噌汁毎日作るじゃないですか、はい、作ると、ま、生姜はね入れたいなと思う派なので。何の具が多いですかお味噌汁。うちは大根と人参の、が多いです。具沢山、それがもう大好き で、 へで、それにちょっと生姜入れたりとか。だから豚汁じゃない、肉なし、うんうん、肉なし豚汁みたい な、 豚 汁、 みたいな豚汁って言わない。言わない豚がどっか行っちゃった。でもね、うん、お野菜がいっぱい入ってたら、はい、そうなんですよね。結局お味噌汁でね、お味噌汁が一番栄養を取れます ね、 ね、はい、確かにめちゃくちゃありますね本当に。その
公園で疲れないようにするにはどうすればいいんだろうとか、うん、親がですよね。そう、親が、親が子供は疲れさせたいんですけど、私は極力動きたくない、うん、でも、うん、みんなばらけてバーってどっか行っちゃうんで、わかります。やっぱ遊具のある公園には行かない方がいいなとか、遊具で見えなくなっちゃうんですよね、うちの子がどこにいるんだろうみたいな。結構その心配になりますよね。そうなんですよ。ちょっとした木の陰とかに行っちゃうと、そうそう、どこ行ったみたいな、一瞬で ね本当に目が離せないから、だから基本的には、うん、だから程よい狭さの草しかない公園がないから、まあ原っぱというかね。そう、わかりますよ。程よい狭さの原っぱを探してます、うん、私。すごい広いとね、大変ですからね。そうなんです。あの新宿御苑とか浜離宮とかってなったらもう、ね、へーみたいな感じでこうやってね、なんかそこに行く公園すごい憧れて、わざわざ行ったのに行っちゃいました。そしたらただただ走る羽目になっちゃう。そうなの。だから自分で自分の首を絞めちゃうんですよ。わかりますよ。そうみたいな感じで、行って行かせてあげたいなと思って、ね、ちょっと憧れの、ね、ところに行くとね、行くんですよ、はい、ちょっと自分が疲れちゃって結果その後イライラする、クタクタで一緒に寝落ちしちゃってます、ね、最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございま す。この動画へのいいねやコメント、うん、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。こっちこっち、フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖香でした。どうも。